じゃあこんにちは、斉豊さん。セリーグが大変なことになってるな。大変なことです。これ結構ね、史上稀に見る大混戦なんですけれども、うん、現在1位巨人、2位広島、3位阪神、そして4位 DeNA なんですけれども、この1位から4位までがなんと1ゲームの中にいるという。そう、はいはい、そうなんです。で、巨人がまあ広島と1ゲーム離している状況なんですけれども、はいはい、他広島、阪神、DeNA に関してはゲーム差はゼロ。これ勝率で2、3、4というふうになってるだけなんですよね、はい、となると、はい、オールスター前まで、まあ、ちょっと前半と仮定して、そこまでで重要になってくる一戦というか期間というのは、豊さん、どのあたりだと思いますか、この4チーム。まあ、オールスターまで残り試合は、それはもちろん大事な試合が続くよね、はいはい、まあ、だけど、うん、まあ、そこをあまり意識して戦うことは各球団あんまりないと思うよ。まだまだない。オールスターまでにどの位置にいて貯金がいくつあるか、はい、まあ、それによってのプランというのはあるだろうけど も, もうやっぱり馬なりに走っていくというか、戦っていくしか今のところはないかなというね、うん、でローテーションを崩さ、うん、まあ、昔はさ、ローテーションを崩して、はい、前倒しにして投げたっていうこともいろいろあったけど、今それやるかね、オールスター前に。やらずにこのままのローテ通りに、まあ、いくかなと。まだこの混戦だったら無知入れたってしょうがないんじゃないかなっていうような気はするけどね。まあ、無知はもうもっともっとちょっと先になるのかなっていうものもあると思うんですけど、まあ、オールスターまで残り今日入れてちょっと11試合、水曜日の試合を入れて11試合なんですけれども、となると豊さん的にあと、まあ、3連戦が3つ来るんですよね、うんうん、どこがポイントになってきそうですか、この3連戦。いや、それは相手によって変わるよな。まあまあまあ、そうですね。まあ、それはどの試合だってポイントはポイントだよ、うんうん、いや、だから何って言って言われてもさ、もう戦うしかないし勝つしかないから、まあ、ね、うん、今の質問では、うん、もう言いようがないよな。ただ直近で言うと、はい、今週末の金土日、東京ドームで巨人と DeNA、 バンテリンで中日と阪神、マツダで広島とヤクルトというカードになってます。まず一番、まあまあ、例えば上位4チームだよな、はい、で、まあ、中日とヤクルトが置いてかれてると、はい、まあ、少しだけどね、これもね、まあ、3.5 だったり、うん、まだ全然上狙えるような状態で、まあ、置いていかれてると、はい、ただやっぱ下のチームに当たるときは絶対負けちゃいけないというね、最低でも2勝1敗で終わらなきゃいけないという、はい、まあ、そういうことは考えて戦うけども、はい、だけど中日のそのさ、高橋宏斗とかさ、はい、投げてこられたらやっぱそれも苦しいよな、はい、これバンテリンの中日阪神金曜日が、はい、高橋宏斗投手と伊藤将司投手、予定通り行けばということ、まあ、予定通り行くでしょ、多分ね、はい、ローテーションをあんまり変えるチームじゃないから、うん、いや、そうなってくるとやっぱもう壮絶な戦いになるよな。そうですよね。ここで阪神はこの週末のバンテリンで、いや、3試合を一括りに決めるとしたら、うん、まあ、高橋宏斗勝てればいいけども、うん、他の2試合は勝っていかなきゃなっていうような、はい、そういうことは思ってるだろうね、うん、岡田監督は2勝1敗よくて、いや、よくてって最低でも2勝1敗でいきたいよね。ただまあ9試合をくくりにするとしたら、はい、理想は6勝3敗ぐらいでいけるといいけど、はい、まあ、5勝4敗でもいいっていうことを考えれば、うん、まあ、負け試合は想定しながら戦うと思うしね、うんうん、ただ5つは絶対勝ちたいっていうふうに、はい、負け越して終わるのだけは嫌だっていうふうに、うん、まあ、思ってるよね、どっかでね。そうですよね。まあ、この3連戦中日、まあ、阪神はあの、まあね、中日との相性がいいという数字上ですけれども、うんうん、なので、なんとかこの週末3連戦2勝1敗でいきたいなと、まあ、接戦になるからね、どうやって1点を取るかっていう、うんうん、まあ、そこのポイントになってくると思うけども、はい、1点を取る野球っていうのは阪神の方がやっぱ選手も含めて走り屋もいるんでね、はい、有利かなっていうような感じはするよね。あとやっぱりその板山選手がやっぱフルス相手に非常に相性が中日にいるので、おそらく板山選手スタメンでも使ってくるのか。ただね、福永とかね、カリステもそうだけど、はい、やっぱちゃんとしたものを持って戦ってるよ、うん、だからヒットは出てるし、はい、俺やっぱね、大島がどっかに入ると嫌だなって思うよね。やっぱね、走塁とかね、そういうのはね、やっぱ大島いいわ。
あのね、ツーベースまで行ったりとか、はい、打球判断だったりだとか、まあ、それが岡林がしっかりできればね、はい、まあ、細川仮捨てっていうのはもう外すわけにいかないから、まあ、一つの、ね、ポジションをどうやって使っていくのかっていう、まあ、岡林も当たってきてるけどね。そうですね、最近では、うん、ということはあの中日としてその大島選手の使い方次第では、うん、っていうこともありますよね、もちろん阪神相手に。まあそうだな、あとマツダスタジアムでの広島とヤクルトなんですけれども、はい、いやだからヤクルトが広島で戦うことをすごく嫌ってるよね、うん、はい、まあ、勝ててないというかさ、その球場の相性の悪さっていうのが、まあ、だからそういう意味では広島はそこで立て直さないかんし、はい、ね、でヤクルトはここでズルズルっといったら、はい、なんかもうシーズンつまんなくなりそうだし、はい、だからやっぱこう相当な力を入れてくると思うけどね、うん、今ちょっと現段階ですけれども広島の状態がちょっと足踏みというか、うん、まあそうだな、まあ、ここに来て疲れてきてるし少し配置転換を考えた方がいいかもね、まあ、野手は配置転換とかいろいろ小園を3番に上げたり4番に据えたりだとかさ、はい、まあ、いろんなことをこうやろうとしてるけども思うのはやっぱ相澤がかぶった方がいいな、マスクは、はい、うん、で坂倉を一塁に使うんだったら使ったりだとか、うん、まあ、バッティングの状態もあんまり良くないんだよね、うん、そしたらもう完全に外して、はい、もう当たってる人間をファーストに入れるとか、うん、まあ、そうしないとダメだし先発ピッチャーはいいとしても、はい、やっぱ島内が心配だわ、ちょっと疲労がね、まあ、それとまあ配球的なこともあるだろうけども、まあ、だけどちょっと島内が疲れてるっていうのがちょっと心配やな。あとそれに伴って、うん、多分ね栗林も疲れてるんだよ、うんうん、あのなかなかちょっとねストライクが入らずボールだったりとか、まあ、まあそうだな、はい、だからまあここら辺をどうしのいでいけるかね、まあ、ここポイントやけど、ピッチャー陣の後ろ中継ぎのちょっとした配置転換みたいなものっていうのは もうちょっと考えた方がいいよな。だから島内が結構失点が多くなってきてるんで、うん、まあ、そうなってくると少し考えた方がいいかも。ただ本当にこのマツダスタジアムで広島がちょっとヤクルト相手に負け越したりとか最悪スイープになってくるとちょっとこの順位の中でも下の方に行ってしまう。いやもうずっと1位だったのが4位になったりとか、はい、まあ、いきなり B クラスとか、はい、まあ、可能性としてはないことはないよね。だからまあもうとにかく広島はオールスターまで踏ん張りどころだな。そうですよ、ね、ここがね。そうですよね、うん、まあね、今ヤクルトはサンタナがちょっと今ね、うん、外れてる状態なので、まあね、ちょっと打線が、いやでも戻ってくる可能性もある、ね、そいつ戻るかね、まだ分からないのがまた怖いんですけれども、うん、なんかね、そういった、まあ、村上もそんな当たってるわけじゃないしね、はい、だから今だよな、やっつけるとしたらね。はい、で最後東京ドームで巨人と DeNA、うん、なんか実質的ななんかもうね直接対決みたいな感じもしなくもないんですけれども、そうだな、表が来るな、そうですね、まあ戸郷、グリフィン、はい、菅野、うん、まあジャクソンと K は来るとして、はい、うん、もう一人浜ちゃんが来るのか、はい、まあちょっとそこら辺は分からないけど、はい、浜ちゃんも本当に使ってくるのか分からないけど、でもジャクソン、K は間違いなく、はい、だからまあやっぱりこう打ち合いというよりもやっぱこう接戦になるんだよね。あのこの両チーム今打線がいいですけれども、ピッチャーもいいからね。だからまあ接戦になるとしたら、まあ、ジャイアンツが推し進めてる、はい、まあ、バントだとか、はい、まあ、そういうことが決まれば面白いよね、うん、ジャイアンツが勝つと、はい、で DeNA は大事なところでバントの失敗っていうのは目立つし、はい、この前阪神戦で8点取られてるんだよ、3試合で、はい、失点が8で、はい、自責が3なんだよ、うん、だから5点無駄にやってんだよ、はい、だからここら辺をどう整備していくのか、うん、やっぱ守りっていうのがね、はい、やっぱジャイアンツの方が上手だから、うん、だからここら辺を超えて打てるかどうか、はい、巨人のピッチャー、うん、まあ、ここら辺がポイントだけどね、細かいことを今さらやれって言ってもさ、うん、なかなかできないから打ち勝つしかないっていう風に、はい、まあ、腹決めて戦うか、はい、まあ、ジャイアンツはそうじゃなくて、うん、まあ、そういう接戦の時のためにバントもやらしてきたわけだから、うん、だから、まあ、そこら辺のね、うん、作戦が成功するかどうかだから、はい、
そうですよね、まあ、上位4チーム巨人そして DeNA カープ阪神ですけれども、ゆうかさんその中から、まあ、野手で人1名ずつ何かキーとなる、ここから上がっていくのに必要な選手、キーとなる選手って4人ぐらいっていうのは、まあ、広島は末金、いやだから末金が怪我の状態がどうなのかってちょっとね厳しいことだよ、そんなに深刻なのかどうかっていうことだよね、うん、やっぱね長打が欲しいよ、欲しいですねガープは、うん、長打が欲しい、だからいる人間からすると俺は相澤だと思う、現いる段階では相澤選手、うん、だからもうしのいでいくしかないからさ、はい、やっぱこうピッチャーを中心に守っていくしかない、ね、うん、と思う、うん、広島はじゃあ相澤選手と、うん、巨人は、まあ、巨人はやっぱこう岡本だな、うんうん、まあそうだな岡本だな、まあ、ここに来て調子が、ね、まあね、徐々には、はい、上向いてはいるんですけれども、ただやっぱこう 1,2 番 の, その丸と吉川 の,、はい、その連動性っていうのはすごくいいからね今、はい、だからこれをやっぱこう継続してできれば巨人が勝つよね、巨人が勝つ有利、阪神です、サトテルかな、やっぱねあそこはねなんだかんだ言ってねサトテルだよサトテルのチームあーやっぱり見逃したボールっていうのが本当に際どいんだけどストライク取られたりとかして、はい、まあ、三振ゲッツになったりだとか、あれも本当に際どいけどね、ああいうのをファールにしてもう一球粘れるとかさ、うんうん、まあ、そういう風になってくるといいなと思うし、はい、まあ、でも自信持って見逃してるものを振れとは言えないしな、はい、だから本当に微妙なところに来てるんだけど、サトテルも決して調子は悪くはない、うん、上がってきてると思うんだけども、やっぱもう一つここで踏ん張れるかどうか、はい、いやサトテルだと思う、阪神はサトテル秋選手、さあ DeNA は、まあ、佐野が打つといいな、うん、あのね筒香選手が疲労骨折で外れて、でもね佐野はね状態を非常に上がってきてるんだよ今、そうなんですよね、だから宮崎がつながるといいなと思って、うん、宮崎選手がつながると、うん、宮崎がつながると大量点になると、ということでじゃあ佐野選手より宮崎選手がポイントになってきそうなるなぁと思うんだ、うん、で打つ力があるし、はい、そこをやっぱ寸断されるとやっぱ佐野が打っても点にならなかったりとかするんだよね、はい、まあ、佐野が打つと考えて宮崎の状態だな、うん、宮崎選手の状態というところをポイントに挙げる、まあね、この4チームが本当あの近年まれに見る1位から4位までが1ゲーム差という中にいるので、本当にねどこが来てもおかしくないですし、また中日ヤクルトも連勝とか何かあれば上位に食い込んでいけるっていう、いやいやすぐ来るよ、そうなんですよね、すぐ来る、うん、3.5 っていうところなので、あそうだな、中日もそうなんですよね、だからまあ怪我人を出さないことだな、そこですね、まあ、少々怪我人出てもなんか戦えそうなのが DeNA だよね、いやまあ結構豊富は厚みあるよあそこ、そうなんですよね、厚みを持たしてきてる、うん、だからまあ頼もしくはなってるんだけど、やっぱ1点をどう取るか、はい、1点をどうやらないか、うんうん、まあここら辺だと思うよ、やっぱすごい雑だもん野球がね、はい、だからこれが少しでもこう繊細になってくれば、うん、俺は抜けていくっていうふうに思ってんだけど、ね、DeNA は、うん、だけどそこがやっぱ達成されないと、うん、どうしてもこういうふうに輪の中にいる、うん、いつまでたってもってことですよね、団子、ね、の中にっていう、そ, う、ね、うん、まあ、それでもポッと頭が一つ出れば優勝なんだけどね、はい、本来はそうなんですよね、だけど その1個がそう、なんかちょっともったいない感じがするな、もうね、そういうと本来なら行ってもいいところをそういうところがちょっと足引っ張っちゃってるっていうのがもったいないですけれどもね、まあ、ただねまた次の撮影の時にこの順位がどうなっているのかっていうのも楽しみですし、いや本当楽しみだな、もう毎試合毎試合ちょっと見逃せないですね、はい、